ンポン。今日は七夕ですよ。なのでこちらに用意しました。ヤシの木用意したんだ。えらいでしょ。すごいね。願い事何にしようかな。あかりちゃんは決めましたか。え、いや、まあいろいろあるやん。あははは。7月中に3キロ痩せますように。うちは標準的な体型や、あかりちゃんは太ってなんかないと胸に刻んどけや。新技強いね。で、先生はどんな願い事を書いたんや。そんなに見たいの。やっぱいいや。なんでなんで食い下がってよ。なんでよ。うるせえな。で、あなたの願い事は何ですか。見て驚け。まあ、お父さんが5年後カバになってますように。驚いたよ。なんでだよ。うふふ。それが、なんやこいつ。スイナちゃんはどんな願い事書いたのかな。ですね。見せて見せて。とりあえず、みんなが仲良く平和に暮らしていけますようにって書きました。ていし、こんな欲にまみれた人とは何もかもが違う。てめえ、おいなれのシルエット出してんだ、こら。ピンポン。さて、シャレオツなパーティーが幕を上げるぜ。なんやこいつ。今日はカクテルを飲みながら、パーティーだよ。おーおー。っていう方向性で行こうかと思います。やめてくんない？だって今回の動画のタイトル、カクテルパーティーですよ。はっちゃけないと損じゃないですか。は、いやいや、カクテルパーティー効果はそういう意味じゃないわ。どういうこと？てめえ、カクテルパーティー効果とは、たくさんの人がそれぞれに雑談している中でも、自分に必要な事柄だけを選択して聞き取ったり見たりする脳の働きのことです。パーティーのざわざわとした騒音の中でも、会話相手の声を判別できることからこの名前がついたと言われています。つまり、バカ野郎。まあ、つまり、人間はうるさいところでも自分が聞きたい音を聞き取れるってことや。では試してみましょう。レッツカクテル。そのフリール。いや、最近お母さんがタピオカを自作しまして、それをみんなで食べようみたいになったんです。BGM うるせえ。ねえねえ、今からタピオカフルコースかまして服破れるくだりなんですから聞いてください。私今からそのくだり聞かされる予定なの。あれや、BGM やなくて人の声とかでやってくれや。かしこまり。レッツカクテル。はい。いや、最近ハバネロがボディにご縁があるんですよ。おっしゃった意味がわかりません。つまりハバネロを肌に塗るといたいということです。辛みが痛み。じゃあ最初からそういう。人の声うるせえ。ねえねえ、今からハバネロ塗るくだりなんだから聞いてよ。バカ野郎、止めてよかったわ。何しとんじゃボケ。もうちょい自然な感じで音出せない。かしこまり。これとかどうですか。うるさくて面白いとか最悪じゃねえか。読みろ。ピンポン。ストーリー上語られない設定、裏設定、それは人類すべての好奇心と無駄知識欲を満たし、作品への理解を磨き上げる。もちろん私たちにも裏設定があります。そんな裏設定を語りましょう。語ったら裏設定じゃないんでしょ。てかうちらにそんな裏設定的なものあったっけ。あるわけねえだろ。てめえしばかれてえのか。一問一答。君の裏設定にフォーリンラブ開幕。何言ってんだこいつ。二人の初めての出会いは、DVD っていうゲームの実況に無理やり出演させられた。憧れの私に会いたい後輩がいると聞いて仕方なく呼んだ。え、なぜ顔が取れるの。ゆずき家に代々伝わる特殊能力。ちなみにどの能力が宿るかはランダムです。私は顔の物理移動、母は次元移動、父はホルマリンが好きになる能力です。お前と父はハズレがすぎるわ。趣味は、どんなサイズ。お互いの第一印象は、バカ。あ、友達は何人いる ?57 人。友達は、数じゃないですよね。おいてめえ答えろや。スイナちゃんはなぜ制服じゃないの。それはもちろん素材がないか。これって何の部活なの。知らん。え、先生のお母さんは何者。知らん。え、あれは何。知らん。え、いや、これ裏設定っていうのか。細けい答えいいんだよ。とにもかくにもこれで全ての疑問が解決されましたね。正直さらに疑問が深まったんですが。